普段なかなか間近で見ることができないペンギンと触れ合うイベントが板橋区で開かれました。青いシートの上を体を左右に揺らしながらちょこちょこと歩いているのはケープペンギンのカンとキミ。板橋区立熱帯環境植物館では年に数回横浜八景島シーパラダイスで飼育されているケープペンギンを間近で見られるイベントを開催しています。会場には多くの子どもたちが集まり、ペンギンの近くまで顔を寄せたり、その愛らしい姿に可愛いと歓声が上がっていました。